一致が毎年行っている義実家に行けなかった日のこと。夫は義実家に行くと言っていたにもかかわらず、親族からは夫が来る予定はないと告げられてしまう。この夫の嘘により、一致は夫の浮気を疑い、ある作戦に出ることにした。うちのトイレで浮気している夫と浮気相手を閉じ込めてやった結果、最悪なことがあったんだけど、解決したのでお焚き上げです。結論をサクッと知りたいというお急ぎの人のために3行でまとめると、夫に義実家に行くと嘘をつかれた。トイレで夫と女が追っ始める。閉じ込めて上司と親族召喚。という流れです。なんだその話。トイレに閉じ込めたっていうのが、もうまず笑える。ぜひ詳しく教えてほしい。需要があってよかったです。まずはスペック。私、保育士。義実家が運営している保育園で勤務中。夫、会社員。男兄弟の末っ子。結婚して5年目ですが、子供はできませんでした。うちの親族では、うとが亡くなった命日当盆、お正月に親族一同が、義実家に集まります。みんな地元で結婚して、地元に住んでいるので、仲がいいんです。私とトメも大の仲良しです。トメは自分が運営している保育園で、私を雇ってくれています。上司が親族というのは、仕事がやりやすくて助かっています。夫は三男坊で、子供に興味はなかったので保育士資格は持っていません。ですが長兄は、子供の頃から、母の後を継いで保育士として働きたいという夢があり、その夢を叶えて現在は副園長としてトメを支えています。次兄も子供好きなので、保育士として勤務中です。保育園って一族経営のところあるよな。一気の家もそんな感じか。正直、理家族と一緒に働くってどんな感じなん？仲が悪かったら最悪でしょうが、うちは一族全員仲良しなので、特に問題はありません。保護者もうちの保育園が、一族経営だと知っていて子供を預けてくれていますが、悪い評判とかは聞かないので、問題ないかと思っています。それで、夫の浮気についての話なのですが、気づいた理由は3行で説明した通り、私が義実家に遊びに行けなかったことが理由でした。その日はお盆だったのですが、母が体調を崩しているとのことで、私はそちらに顔を出したいと思い、事前に止めに自分の実家に行きたいとお願いすると、お母様がご病気なんて大変だわ。すぐに行きなさい。と言ってくれました。夫にもその件を伝えると、夫は納得。義実家には俺一人で行ってくるよ。と言ってくれたので、お願いすることにしました。しかし、お盆までもう少しという時に、長兄嫁から電話がかかってきました。親族の中でも、私と長兄嫁、次兄嫁は、特別に仲がいい関係です。嫁姑問題はありませんが、やっぱり嫁にはもやることもあります。そういう話を長兄嫁と次兄嫁とはよく会って話していました。またお茶のお誘いかなと思って、気軽に電話を取ったのですが、長兄嫁は予想外なことを言い始めました。嫁子ちゃんと夫くん、今年のお盆、義実家に来ないんだって、寂しいなぁ。と言ってくる長兄嫁、あれ？と思いました。夫はお盆に義実家に顔を出すと言っていたはずですし、その旨は嫁にも伝えてあると言っていました。何か長兄嫁が勘違いしているのかなと思い、いえ、夫は行きますよ。私が自分の実家に帰るだけなので、と言うと、え？私が聞いてる話だと、夫君は、嫁子ちゃんのお母さんが心配だから、一緒に嫁子ちゃんの実家に行くって聞いてるんだけど、と言われてしまいました。不思議そうに言う長兄嫁の言葉に、私はもうすでに嫌な予感がしていました。本当に夫がそう言ったのかを確認するために、次兄嫁にも、今年は義実家で会えなくて寂しいですが、また今度お茶しましょうね、と LINE を送ると、本当に寂しいよ。でも夫君と一緒に、お母さんも励ましてあげてね。という LINE が届き、いよいよ夫が怪しくなってきました。私は最終確認をするために、夕飯の時に夫に、お盆は義実家に帰る予定なんだよね。トメさんによろしく言っておいてね。と言うと、うん、わかった。でも一致は職場で毎日会ってるんだから、よろしく言わなくても大丈夫だろ。と軽く笑っていました。私たちの保育園は一族経営ではありますが、だからこそ、プライベートと仕事はきっちり切り離そうという約束をしています。それを夫も知っているはずなのに、なんだか頭悪いこと言ってるなと思い、これは浮気による脳内お花畑モードというやつではないかと、夫への疑念が強まりました。夫が浮気をしているかもしれないと感じた一致。事実を暴くために、一致は家の中にこっそりとカメラを何台か仕掛けたのだった。実家に帰る日程は決まっていましたが、夫にはそれよりも一日早く家を出ると、嘘をつきました。夫を泳がせて、浮気の証拠をがっつり掴みたかったからです。家の中に取り付けたのはペットカメラだったので、24時間、スマホから確認できます。その日、実家に帰ると言って、家を出た私を夫は笑顔でいつも通りに見送ってくれました。
その姿はいつもの優しい夫だったので、浮気なんて疑っちゃったけど、実は違うんじゃないかななんて、希望を抱きながら、事前に予約しておいた、ビジホにチェックイン。家から近い場所のビジホにしたので、何かあればすぐに、家に帰ることができます。ビジホのベッドでゴロゴロしつつ、家で一人でゆっくり過ごす夫を、見ていました。何も起きないな。やっぱり私の勘違いかなと。この時はまだ淡い期待を抱いていたのですが、しばらくすると、インターホンが鳴ったようで、夫が対応し始めました。玄関のペットカメラに切り替えると、やってきたのはなんと若い女性。しかも私の知っている人でした。ここで仮に A 子としますが、A 子は私と同じ園で働いている保育士です。若くて可愛いので、パパたちから大人気の保育士なのですが、同僚たちからの評価はいまいち。仕事をサボったり、パパのお迎えの時だけ、やたらと長く話したりと、悪い噂の絶えない子です。そんな A 子なので、私もあまり好きではなく、交流もほとんどありません。なので、A 子が我が家にやってきたのは、完全に夫目当て。夫は A 子を慣れた調子で家にあげて、二人だけソファーにくっついて座り、映画を見始めました。そう、おうちデートを始めやがったのです。A 子は夫の肩に頭を乗せており、夫はそんな A 子の肩を抱いています。もうこんなの浮気じゃん。と思ったのですが、いやいや、これだけでは証拠がまだ薄すぎると思った私は、歯を食いしばって耐えることに、食い入るように画面を見ていると、映画も途中だというのに、二人は追っ始めてしまいました。もう見てられなかったので、とりあえず終了するまで、スマホからは目を離すことに。音声は聞こえないのですが、もう本当に気分が悪くなり、私はトイレとお友達に、具合が悪くなりながらも、終わるのを待っていると、夫と A 子は服を脱ぎ捨てたまま、なんとトイレに一緒に入っていったのです。どんな性癖だよ。と思わず突っ込みながら、私はあることを思いついて、急いでビジホを飛び出しました。家にたどり着いた私は、そーっとドアを開けて、抜き足差し足で家に入ります。トイレで盛り上がっているようだったので、私は寝室に置いていた三段ボックスの中身を取り出して廊下に横倒しで設置、トイレのドアと壁に突っ張り棒のようにしておきました。空のままでは三段ボックスが動いてしまいそうだったので、中身は大きいペットボトルに水を溜めて何本も入れておき、ついでに夫が筋トレしたいと言って買ったものの、数回しか使っていなかったダンベルも入れておきました。そのまま私は一旦家を出て、玄関先で長兄嫁に電話をかけました。どうしたの？嫁子ちゃん。今みんな義実家にいるよ。お母さんの体調はどう？と心配してくれる長兄嫁に、私は大事件です。と告げました。夫がうちに女を連れ込んで、トイレで追っ始めてしまいました。私一人では怖くて対応できないので、助けてください。とお願いすると、長兄嫁はびっくりしていましたが、何それ許せない。と怒り心頭。今すぐみんな連れて行くから待ってて。と言って、長兄嫁は電話を切りました。私としては混乱して長兄嫁に電話しただけだったため、まさか一族全員で来てくれるとは思っていなかったので、これは嬉しい誤算です。我が家と義実家は本当に近いため、車ですぐに長兄嫁たちは来てくれました。我が家に来てくれたのは、長兄と長兄嫁、次兄嫁と嫁の計4名です。次兄は実家で子供たちのお世話をしてくれているそうなので、私は安心して、4名を家へと招き入れました。大人5人が抜き足差し足で家の中に入っていくのは、シュールな光景でしたが、今は笑っている場合じゃありません。中から、やだもう、とかいう A 子の声が聞こえていて、私がショックで失神しそうになっていると、次兄嫁が、しっかりして、嫁子ちゃん。ここからが頑張りどころだよ。と励ましてくれました。トイレのドアをコンコンとノックしたのは、長兄嫁です。トイレの中でガタガタと音がして、誰だ？という、夫の戸惑う声が聞こえたので、長兄嫁が大きな声で告げました。あなたの妻と、長兄の嫁、次兄の嫁、それから嫁も来てますよ。嘘だろう。という声がトイレの中から聞こえて、トイレを夫が開けようとしますが、三段ボックスが邪魔をして、ドアが開きません。なんだこれ、なんで開かないんだ。とパニクっている夫の声と、最悪。と叫んでいる A 子の声が聞こえます。私はスマホの録音アプリを起動して、トイレの中にも聞こえるように、大きな声で聞きました。これから聞く質問に、正直に答えれば、ドアを開けます。まず一つ目の質問ですが、夫くんと A 子さんは、浮気をしていましたね。トイレの中から聞こえていたガタガタという音は闇、夫がはいと言った情けない声が聞こえました。いつから浮気を始めたのか教えてください。今回が初めてです。それにしては随分親しげな様子で、家に入れてましたね。映画を一緒に見ている姿なんて、長年のカップルみたいに熱々でした。本当のことを言わないなら、トイレのドアは開けません。本当はいつから浮気していましたか？3ヶ月前。本当は、半年前です。
そこから私はトイレのドアを開けるという交換条件で、夫が A 子といつから、どのように浮気を始めたのかを聞き出しました。夫の仕事帰りに、A 子は偶然夫と出会ったようです。そして A 子から夫に連絡先を聞き、A 子に口説かれた夫は、デレデレのお花畑モードに突入。会いたいと言い出したのは、夫からだそうで、夫と A 子はそれから月2に、3回ほどのペースで大勢を重ねていたようです。A 子になぜ夫に声をかけたのかを聞くと、A 子は泣きじゃくりながら、一輝さんが羨ましかったから、と言っていました。A 子は前々から、義家族が運営している園でのびのびと働いている私を、ずっと羨ましく思っていたのだそうです。それで私をラフンと言わせるために、夫と浮気していたと語りました。夫が目の前にいるのに、A 子が、夫さんのことはお返しします。別に夫さんのことが好きだったわけではなくて、ただ一輝さんのものが欲しかっただけなんです。と言っているのには、全員失笑するしかありませんでした。聞きたいことも聞けたところで、私たちは、三段ボックスを撤去。時計読め書きを使って、服を着ていない二人を見ないように、ドアの隙間からトイレの中へとバスタオルを放り込みました。バスタオルで体を隠した二人は出てくるなり、いそいそと服を回収しにリビングへ。二人がちゃんと着替えたところで、私は泣きながら、もうあなたとは離婚したい、と言いました。悔しいやら情けないやらで、涙をこらえることができなかったのです。ですが夫は浮気をしていたくせに、離婚はしたくない様子です。許してくれ。A 子も俺に本気じゃなかったし、俺も A 子に本気じゃなかった。これはただの遊びだったんだ。と言ってくる夫に、無理なものは無理と私は返しました。この日の朝まで私の大切な人だった夫が、この時は怪物のように見えて仕方がありませんでした。そんな相手と結婚生活を続けるなんて、到底無理な話です。私が無理と告げると、今度は夫は別の角度から攻めてきました。俺と離婚するっていうことが、どういうことなのか、嫁子は分かって話してるのか、嫁子は俺の親族が運営してる保育園で働いているんだ。俺と離婚したら、赤の他人になる。もう同じ職場で仕事は続けられないぞ。と言ってきた夫の言うことは、間違っていません。離婚したら、私は同時に職も失ってしまうことでしょう。可愛い子供たちとのお別れは辛かったですが、どうしても夫と結婚生活を続けられないと思った私が、それでも無理ですと言おうとした瞬間、今までおとなしくしていたトメがスタスタと夫の元へ歩いていき、パシーン、と夫の方をビンタしたのです。この中息子が、と怒鳴ったトメの表情は怒りで真っ赤に染まっていました。黙って聞いてりゃ好きかって言って、浮気した夫が奥さんを脅すなんて、どういうこと。あんたが浮気しても、嫁子さんは、私が雇い続けます。あんなに子供のことを思って、仕事をしてくれる保育士を、どうしてあんたみたいなバカ息子のせいで手放さなきゃいけないの。私が縁を切るのは、お前とだよ。義母の土星に夫はえ？え？と、狼狽した様子。ですが止めは許さず、まず嫁子さんに謝罪しなさい。と怒鳴りつけ、夫は反射のように、嫁子、すまなかった。と言ってきました。それから止めは A 子をきっと睨みつけます。ターゲットが自分になったと知った A 子はヒーッと声を上げましたが、止めは逃がしません。首にするのはあなたです。A 子さん。あなたが仕事の真面目にせずに、縁に来るお父さんたちに媚びを売っているのは、数字の事実です。今後お父さん方と何かあったら、うちの評価はガタ落ちです。あなたみたいな保育士は、うちにはいりません。やめてください。止めが告げると、A 子はわっと泣いて逃げようとしましたが、そこを長兄が止めました。まだ慰謝料の話が終わってないだろう。と言った長兄に A 子は、慰謝料？とよくわかっていない様子。私はもちろん二人に慰謝料を請求するつもりで、事前に相場も調べていたので、浮気の慰謝料として、夫と A 子に200万円ずつ要求することを伝えました。すると、仕事も奪っておいて、200万円も払えなんてひどい。と A 子は泣きましたが、自分の責任でしょうが、と止めに怒鳴られて諦めたようでした。夫ももう諦めモード、しっかりと慰謝料は一括で払ってもらうように約束をして、その場はお開きに、私は義実家に行き、親族一同に励まされた後、その翌日には自分の実家に帰り、母を見舞ったついでに離婚の報告をしました。母の体調はその後回復したので良かったです。夫は結婚前の貯金から私に200万円を一括払いして、止めに追い出されてどこかへと消えました。最後の最後までやり直したいと言っていましたが、その度に止めに怒鳴られて、泣きながら去っていく夫は、惨めそのものでした。A 子は A 子の両親がお金を立て替えてくれて、こちらも慰謝料を一括でもらいました。A 子の両親は保育園に菓子折りを持って、謝罪に来ましたが、A 子は来ませんでした。職を失った A 子は、そのまま引きこもりになってしまったのだそうです。保育士は仕事を探せばいくらでも転職できると思うのですが、
A 子にその気概はなかったようですね。私はがっぽりもらった慰謝料で、新しい家を借りて、平和に暮らしています。元木家族とはなってしまいましたが、止めたちとは今でも仲が良く、前と同じように、お盆、お正月、宇都の命日には遊びにおいでと言ってもらえています。一人ぼっちになったのは、夫だけだったんだな。めでたしめでたし。止めやぎ系嫁の力を借りて、浮気する夫との戦いに勝利した一致。もしもあなたに一致の夫のような浮気夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、トイレに閉じ込められてしまった時は、トイレットペーパーの芯を扉の隙間に差し込む脱出方法があるようです。